行ってみたかったチームとかあります？ある、めっちゃ行きたかった。でもどんな感じでやめようって決心したの？生き様みたいなの見てて、いや俺もちょっと笑おうっていう、どうなの？引退。那須さんが YouTube を始めたきっかけは、きっかけは何だったの？じゃあきっかけはだから発信をしたいっていうか、サッカー界に還元したいみたいな。で発信の仕方っていろいろあるでしょ。だ俺 SNS やってなかったから、そもそも。で講演とかはね、みんなやってたりするじゃん、引退のした人でも、でも講演もさ、そんな頻度っていうかさ、毎回できるわけじゃないし、喋れないしな。そうそうそう、その当時なんか全く喋れねえしどうしようって思った時に、SNS 牧野とか浦和でやっててさ、牧野選手とかね、あそこら辺がやってたから、その影響を受けてインスタとかちょっとまず始めてみたいな、はいはいはい、少しずつ始めてって、その延長所でヴィッセルに移籍した時に何か発信したいなって思って、 YouTube のオファーというか、やってみないみたいな。そう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 、して YouTube 調べたら拡散力すごいし、まあ相性はスポーツと良くないけど、その当時特にだけど、そうそう、やってみようというか、これやって、まあ、サッカーの魅力を伝えたいとか、そこがきっかけ。なるほどね。じゃあぶっちゃけいくら稼いでんの？いや、これがね、なんかね、YouTuber って稼げるとか思われるけど、正直ね、YouTube だけでは全然だよ。やっぱり。いや、だから出てく方が多い。そんな、なんか現役の時より全然もらえない。まだまだまだ。じゃあ、まだいいっていう言い方にしよう。ああ、ま、今からはもう。いや、今からだから、まあ、数字が伸びればね。それはすごいよ。だからトップの人たち。でももうサッカー界でほら、那須がほらもうヒデさんみたいになってるわけじゃん。YouTube のヒデさんみたいになってる。なんなら、まあ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 、先にやらせてもらったからね。そう、でも自分の中ではやっぱグラウンドに出たいっていうのは、そうだよね、多いんだよね、だから子供にサッカーを教えたりだとか、なんか今までやったことのないようなことをやりたいっていうのがあれかな、自分のそのポリシーとしても、自分しか歩めない道を行きたいっていうふうに思ってるし、なんか那須とはすごく楽しいというか、まあ、こうやってざっくばらんに喋れるからね。那須と駒野ぐらいだね、やっぱ自分のさらけ出せるっていうのは。はいはい、僕はだから高校生とか中学生とか小学生とか、まあ、プロになんかドリブル教えたりだとか、そういうのをやりたいかなっていうふうには。体験入学しながらもドリブルのものを何か教えることができれば面白いなと思うし、その感覚のものは自分にしか教えられないものがたくさんあるんで、まあ、那須もそうですけど、僕としてはそういうものを教えていければなと思います。まあ、でも対談も全然、やっていければいいと思うし、人が考えていることを聞くのもすごく勉強になるんで、作家関係じゃなくていろんな業種の人と喋るっていうのもやっていきたいなと思います。じゃあ行ってみたかったチームとかあります？ある、海外。おー、めっちゃ行きたかった。松井とか行って、同世代で活躍してる人たち見めっちゃ行きたかった。でもその時なんか なかったのオファー？なんかイタリア、一時期マリノスの若い時にイタリアがどうこうっていう、ちょっとね、少し話がなんかっていうのは聞いたことあるんだけど、まあ、その時移籍してもねっていう、優勝したてだったからさ、初優勝してその後とかかな、なんかそういうの話がなんかちょっと、でもあんまり行きづらかったじゃん当時、代表に入んないとか。中田秀さんが先駆者で言ったけど、代表がないとね、なかなか海外にこうオファーがないっていうのもあったし、確かにね、日本ではなかったの、その日本のチームでここ行きたいなみたいな。浦和行きたいっていうのあったから、それ望みかなったでしょ。でも大体行ったでしょ、自分が行きたそうなクラブ、行った行きたそうな、まあ、ね、だからその鹿島とかはどういうのかっていうのはちょっと経験したかったっていうのはあるけど、鹿島行ったら大体そこのクラブでずっと いるじゃん、みんなね。そうそうそう、だからまあそこ、まあ国内ではそのくらいかな、なんか興味というか、どんなクラブかなみたいな。大体行ったもんね。行った。だからもう、いいチーム。そう、海外。夏よ。俺は、もう海外になるでしょ。海外の、まあ、スポルティング・リスボンがオファーあったから、そこは行きたいなって思ったけど、もう行ったからね。あ、行ったの？契約しに行ったけど、その時、その代理人が、なんかこう、おかしくなって行ったら、いや、ちょっと、サインできないみたいな。で監督とも会ったのかな、その時グルノーブルにいて、グルノーブルがなんか移籍金5億かなんか7億とか、
すごい取るみたいな話になってたから、うん、取れないっていう話になってたんだけど、うん、その時は本当にリスボンっていうチームに行きたかったし、うん、あとパリに行きたくて、うん、パリサンジェルマン、パリとモナコ、うん、モナコに一番行きたかった。それはあのあれ環境的にってこと？いや税金がないから。あモナコだけ税金がなかった、うん、そのモナコに住めばね、うん、住めばね、うん、フランスとか多分ドイツもそうだけど、うん、大体 50% ぐらい持ってかれるから。あそんなに？半分ぐらい持ってかれる。結構だね。結構だよ。だからその2007年か8年ぐらいの時に移籍する、うん、サンテチェンヌ、パリ、シュトゥットガルトとかなんかいろいろチームあって、うん、本当はパリ行きたかったけど、うん、サンテチェンヌがもう待てないって言われて、うん、でパリもその時ちょうど18位か17位か、うん、まあなんかそれ落ちそうだった時だった、はいはい、でカメルーン代表の監督だったポール・ルグエンっていう監督がいたんだけど、うん、フランスの、うん、その人がその人と一緒にカフェ行って、うん、いや来年取りたいと、だからちょっと待っててくれないか、今年まだシーズンが残ってて残留するかしないか分かんないから、うん、残留したら取りたいみたいなって言われてて、本当、うん、パリ行きたかったね、その時は。ああそうそう、引退に対する価値観とか、うんまあ、考え方とかありますか？じゃあ最近どうなの引退？いやもう早くしたいよ引退。そうなの？もう疲れたよ。そうなの？疲れたね。意外すぎた、そうなの？疲れたって時あるよ。でも、うん、よしともほら辞めたし。辞めたね、もうね、一気に辞めたもんね。阿部ちゃんも辞めたから。でもどんな感じでその辞めようって決心したの？いやいやもう俺もね、あのヴィッセルだから37の年に移籍して、うん、2年契約で行って、まあでもそこが最後かなって思ってどっかで。あだからもうプレーの質がもう落ちてきてたから、うん、分かってたから。だからちょっと限界を感じるの嫌だったけど限界も感じてたし、だからカテゴリー下げてやるんだけど、多分情熱が気持ちがついてかんと思って。君から情熱をなくしたら何もない。そう情熱の塊みたいな。そう。だから最後、あと最後ビジャと一緒に、ダビッド・ビジャとさ一緒にやったじゃん、同い年だからさ、うん、で、彼の美学はやっぱいい時に終わるって、別に俺はそれに当てはまんないけど、うん、でもなんかその生き様みたいのを見てて、いや俺ももうちょっと笑おうっていう、うん、影響は大きかった、そのビジャの、うん、そう俺は分かんないな、俺もカズさんを見てるし、いやそうだよね、だからそこの影響大きいよね、なんか自分がやっぱ好きなプレーがあったりだとか、うん、なんか楽しいって思えたら、うん、それをやりたくなるし、うんうん、なんか続けてたらいいことあるんじゃないかなとか、うん、あと周りの人がもっとやってくれとかさ、うん、なんか求められることがあるんであれば頑張りたいなっていうふうに思うんで、うん、でももう毎日家帰ってもうきついなって思うよ。それは思うんだ。めっちゃきつい時ある、やっぱ。あまあでも朝も練習早いしね。朝きついね。でも楽しいけど、うん、でも二分練だったりとか、うん、体がやっぱガタきてるっていうのは分かるし、うん、それをこう維持していく、またこう上げていく、限界ちょっと超えて限界をこうね、うん、あの上げていくのが難しいっていうのはあるよね、うん。でも松井らしいよね、サッカー好きじゃん、めっちゃボールが好きというか、うん、F リーグ挑戦しないもん。まあね、うん、サッカー好きじゃないとやっぱりなかなか。でも全然違うからね。でしょ、うん、一回早く練習来てよ。いや行きたい。みんなにボコボコにされてる、うん。いや本当にやってみたい。ということで次回の動画ではアテネ五輪についてナスに聞いていきたいと思っております。そうそうそう、松井とのコラボなんですけど、ナス大好き YouTube チャンネルでもコラボ動画配信させていただきますので、まあ、ぜひ皆さんご視聴いただいてっていうのでよろしくお願いします。お願いします。キャプテンって俺しっかりしないとみたいな、あ顔がもうこうなったもんね、うん、なんかここがもう引きずっちゃってね。そう頑張らないとキャプテンだからみたいな。失点に絡んだ1失点目ね。そうそう、見返したらそんなになんかそんなミスでもないんだよね。前の黄金世代が坊主何人かやってその後勝っていったから、いけ、お前いけ、坊主いけ、こうやって。